ピース海賊無双。私一方その頃ねえアーロンってだ何すアーロンだが俺そ海賊専門の泥棒ナミ。戦争孤児だった彼女はイーストブルーのココヤシ村で養母ベルメールの手によって大切に、しかし突然幼くして村を救うため長かったけど、あとアロンか。おう。あんたが手を回したかい、どういうことよ。ん？どぼっ。俺が。しゃあ。あ、あん。あんたには関係ないから。あ、ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。おう。水中は確から蹴り飛ばしてやるよ。てめえ魚人の強さを知らねえようだな。人間のささやかな蹴りなんざ。聞かねえよ。俺の蹴りがささやかかどうか試してみるか。魚マン。これくらいで俺を止められると思うなよ。やっちま
巨人には、ま、気にすんなよ。愛しきナミさんのためだ。これはどういう、俺たちを裏切りやがったな。ナミさんが危ない。レディーの危機は見過ごせないぜ。おい、ちょっと待て、魚野郎ども。おい、てめえ、何者だ。俺だな、勇敢なる海の戦士、キャプテンウソップ。人は俺を恐れ、ウソップ大魔王と呼ぶ。小三四郎には8000人の部下がいる。何？なわけあるか。てめえは俺たちが始末してやる。
みんな戦うんだ。暴れて俺たちも頑張るぞ。ぶっ飛ばすから、メラは邪魔すんな。え？バカ野郎、お前らなんかアーロンさんが相手にするか。両方たちよ、やっちまえ。
小さかしい真似を。そばを離れんな。アーロンをぶっ飛ばしに行くぞ。人間ごときが誰をぶっ飛ばすだと。ぶっ飛ばされるのは貴様だ。獲物を独り占めすんなよ。俺も行くぜ。行ってやろうじゃないか。俺の力になるぜルフィ。信じられない。巨人と渡り合える人間がいるなんて。命を捨てる覚悟を決めてここまで来たが、あの男たちならアーロンに勝てるかもしれん。信じろ、あの男たちの力を。となると今の俺たちがやるべきことは、俺たち村に戻ろう。ナミが守ってきてくれた村を俺たちの手で守り抜くんだ。知っているのか？
の剣士じゃ絶対に俺に勝てないんだからな。普通に考えてみろよ。刀3本のお前が刀6本の俺にかなうわけねえ。それだけは言っとくわ。タコ、一刀流いや、俺の命は死神でも取れねえぞ。アーロンさんが出るまでもねえ。ドローのアドロー、貴様はここでくたばれ。ああ、もう状況は変わっていいんだ。三刀流奥義参戦世界。お前らが俺たちを潰してんじゃねえ。俺たちがお前らを潰してんだ。このタコ野郎がもう怒ったぞ。俺は日本腕の人間には決して越えられねえ壁を見せてやる。もうお前ほんと許さん。悪いがてめえは眼中にねえ。ガブ出しゃばった下等種族の末路を教えてやる。これでザコは片付いただろう。キャプテン、あとは任せたぜ。魚の骨が
アーロンってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ。一人で海にも入れねえようなてめえが、俺たち上等な種族に本気で勝つ気か。俺は剣術を使えねえ。航海術もねえ。料理も作れねえ。嘘もつけねえ。さっさと。くそ、助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。くそ、そんなプライドもクソもねえてめえが、一線の船長の器か。バカ、てめえに一体何ができる。お前に勝てる。バカが。探しとって、波ほど優秀な測量士はそうはいねえ。あの女は天才だよ。才能を無駄にすることほど不幸なことはねえ。ここにいることが波の幸せなのさ。波がいりゃ世界は俺の帝国となる。てめえにこれほど効率よくあの女を使う。まだまだ使う。あいつを何だと思ってる。海中で加速した俺のスピードは何者にも止められねえ。シャコンだ。飯だって与える。好きな服も買っておく。ただ改造を書き続ければそれに。俺たちは仲間なんだ。
アーロンってのはドイツだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。血の公開誌を泣かすなよ。一人で海にも入れねえようなてめえが、俺たち上等な種族に本気で勝つ気か。俺は剣術を使えねえ、公開術もねえ、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。おい、俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。そんなプライドもクソもねえてめえが、一戦の船長の器か。てめえに一体何ができる。お前に勝てる。さっさとくたばれ。さっさとくたばれ。水位が上がるほど俺は有利になり、てめえは不利になる。世界中探したって、ナミほど優秀な測量士はそうはいねえ。あの女は天才だよ。才能を無駄にすることほど不幸なことはねえ。ここにいることもナミの幸せなの。まだまだ。ナミがいりゃ世界は俺の帝国となる。てめえにこれほど効率よくあの女を使えるか。使う？お前、あいつを何だと思ってる。海中で加速した俺のスピードは何者にも止められねえ。くそい。シャコンボックス！ありゃ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 ！この人間が巨人の俺に何をした。ナミは下等種族だが、優秀な測量士だ。飯だって与える。好きな服も買って。ただ海図を描き続ければそれでいい。さっさ、俺たちは仲間なんだ。まだまだ。バカが。ゴムゴムの Oh!
つを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。図に乗るな加藤種族が。ゴムゴムの分かったけど、やっとみんな自由になれた。うっしっしっしっ。